フィリッポリ・フィリッポレは、イタリアの植物学者、農学者である、レッジョ・エミリアに生まれた。ロンバードの出身の裕福な商人の家で、17世紀末に、レッジョ・エミリアに移り、祖父の代に、レッジョコ・フランチェスコ三世デステから、演税の取り扱いの許可を得て、財を成した。ラベンナのイエズス会の学校で学んだ後、レッジョ・エミリアの神学校で学ぶが、卒業後は、 自宅の庭で植物学の研究に専念した。列ッの高校に農学の授業が設けられ、1790年に講師となり、科学の知識に基づくイタリアの農業の改革に取り組んだ。18世紀末の市民革命の時代にも政治的な活動には積極的に加わらず、アペニン山脈で植物標本を集めて過ごした。1803年に、 モデナ大学の教授となり、1805年からは学長も務めた。1809年から1814年の間、イタリア農業の調査を行い、農業雑誌に調査結果を発表した。植物、自然、土壌、植物の病気対策などを扱った。彼の著作は19世紀初頭によく読まれ、20世紀に入って再評価された。 ナポレオン戦争が終わった後、モデナ大学の農学と植物学の教授になった。エフリは植物の学名で命名者を示す場合に、フィリッポレを示すのに使われる。ありがとうございます。